皆さんこんにちは。今日はスパイクによって腰を痛めてしまった人、スパイクによってなぜ腰を痛めるのか、その原因と改善方法など解説していこうと思います。よろしくお願いします。まず、腰が痛いっていう風で、病院に行ったことある人もいると思いますが、その際にですね、レントゲンとか、体の中をですね、診察してみて、どういう判断を下されるかっていうと、腰椎椎間板ヘルニアだったりとか、腰椎分離症っていう風に言われるのではなくて、慢性的な疲労だから、休んでてくださいねみたいな言われることが多いと思います。そのように言われた時はですね、安静にして、ストレッチをしたりとか、筋肉を緩めることによって、ほぐれてきて、治る可能性もありますので、そういうのにしていただきたいのですが、一般の腰痛とは何が違うのかっていうことなんですが、レントゲンとか実際に見たりとか、触ったりして、骨に異常がないなということで、そのような判断をされたと思いますが、腰椎というのはたくさんあります。先ほど言った腰椎椎間板ヘルニアだったりとか、腰椎分離症もありますが、ぎっくり腰とか、脊椎間狭窄症とか、滑り症、座骨神経痛とか、梨状筋症候群などですね、年齢によるものや普段の上から来るのもあります。基本的には筋肉の衰えだったりとか、体の使い方の間違いで起こることが多いと思います。バレーボール選手っていうのは何が多いのかって言われると、腰椎椎間板ヘルニアだったりとか腰椎分離症が多いです。さらにぎっくり腰になる人もいます。基本的には軽度なことが多いので、安静にしていれば時間が経てば治るものなんですが、少しの痛みだから大丈夫だなと思って痛みを我慢してやってたりすると、すごくひどくなってしまう場合もあるので、少しでも痛みが出たら休んでおくっていうのは、学生でも、社会人の方でも、同じように休憩できるようにしましょう。でもですね、そもそも腰の痛みが出ないようにすることが大事だと思います。もちろんバレーボールの動作の中では、腰に負担がかかってしまうことって多くあります。例えばですね、ジャンプ動作の時の着地の時だったりとか、レシーブの時の構えの体勢ですね。この体勢の時とかっていうのは、腰にすごく負担がかかっています。これはバレーボールをやっていく上で、しょうがないことだと思うので、それで痛みが出ないように、その周りの筋肉とかを鍛えていってですね、しっかり安定させていくことが大切だと思います。そして今回はどこに注目していくかということなんですが、スパイクの空中姿勢ですね、スパイクを打つ前の直前のフォームについて、見ていきたいと思います。バレーボールで腰が痛くなる人っていうのは、ここの要因が多いんじゃないかなっていうふうに思っています。ではどのように空中姿勢と腰痛が関係しているのかということなんですが、スパイクを打つときに腰を反れっていうふうに指導される方いませんか？それは大きな間違いです。腰、いわゆる腰椎と言われる部分は、この反るという動き、伸展動作っていうのが15度しかありません。15度っていうのは本当にもうちょっとなので、この角度で反るっていうのも不可能ですよね。だから腰を反れって言われた時に、腰をこうやって一生懸命反ると、こんだけしか反れないのに無理やり反っていることになりますから、痛みが出るっていうのを想像できますよね。でもスパイクを打つ時って弓のようになる必要がありますよね。この反発を使ってスパイクを打っていく。ではどこでこの弓を作るかということなんですが、まずは股関節をしっかり動かしましょう。股関節っていう部分が一番大きく動く部分なので、しっかり股関節動かす。そして胸の部分ですね、この辺にある背骨っていうのは胸椎と言われるんですが、ここの胸椎と言われる部分は、腰椎と言われる腰の部分よりも、倍ぐらいの角度で伸展動作があります。なので倍ぐらい反れるということですね。スパイクを打つ時というのは、腰を反るのではなくて胸を張るというようなイメージでやっていただくと、腰に痛みがなくなって、さらに、胸をしっかり張るということは、この前にある大胸筋、この大きな筋肉を伸ばすことができて、収縮するときに力を発揮することができるので、スパイクも強くなるということです。この空中姿勢については、この、屈曲伸展という部分のプラスして回旋運動というのもとても大切になりますが、今回は少し長くなってしまうので、また別の動画で空中姿勢の回旋について、どれだけ重要なのかというのを、解説していこうと思います。今回はそのスパイクの打ち方間違ってますよということで、よくあるのが腰を反れという指示ですね。もしそのように言われたら、その指導の仕方間違ってますよと、指導者さんに教えてあげてください。さらに、指導者さんの方はそのように指導しないようにしましょう。スパイクによって腰の痛みが出ないように、胸のしっかり張るというのを、意識してやってみてください。今回はこれで終わります。バレーボールに関してのことで、やってほしいことや知りたいことがあれば、ぜひコメントの方に書いてください。これで終わります。ありがとうございました。